はい、ということで始まりました。あの、今回は、えー、ポートフォルダーの CT をやっていただいている、あの、長塩さんに来てもらってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、テーマーとしては、あの、まあ、絶賛そのポートォルダーっていう SNS、ポートホルダー、まあ、そのポートフォルダーの説明ぜひちょっと後でしてほしいんですけれども、はい、えっと、まあ、いわゆる SNS を、まあ、あの、のアプリをや、アプリとか Web で提供しているサービスをクリエイター向けの えー、アプリセンスやってるんですけど、まあ、そこが今 Web2 か Web3 にこう転換しようという、えー、ところをやっていて、で、それをその CTO として担っている、まあ、かなりリアルなところを今日は話してもらえるということで、お願いします。はい。はい、よろしくお願いしますち。ちょっと長嶋さんあの、初めてちょっと今回出てもらってますんで、あの、まあ、ちょっと自己紹介をちょっと簡単にしていただいて、ちょっとキャリアも聞いて、あの、話にして進めたいなと思うんで、よろしくお願いします。はい。お願いします。 えっと、長うと申します。よろしくお願いします。普段 SNS だとお塩っていう名前でやってます。よろしくお願いします。はい、で、今ちょっとご紹介いただいた通り、株式会社ポートホルダーの CTO として今勤務しております。で、あと、まあその傍らなんですけど、自分自身でもちょっとソフトウェア開発の会社を持ってまして、アクセラデジタルっていうんですけど、こちらでも、ウェブ3 系の開発自宅開発メインでやってるっていうところですねこの会社もともとはまあアジャイルとか dx のところあったんですけどまあけ、えー、今年2022年、えー、まあ5月ぐらいからですかねもう完全に web 3の方にシフトしてやっておりますはい、まあ、長嬢さんはもう向こうに30年 web 3の仕事以外しなくてもいいかなってなんかこの前言ってましたね <laughs> 言ってました言いましたそのぐらいこうもう、うん でも、あれだな、エンジニア歴とかで言うと、合計10年ぐらいでしたっけまあ ?10 年ぐらいですかね。新卒の頃からずっとやってるん、ねね、で。えー、っと、言、まあ、っちゃうと、ユーセン、コロプラ、アクセンチュアを経て、まあ、独立され、独立の方はまあそのポートロードもやってるみたいな話だったりするんですけど、あのまあ、そういう、v、いわゆる Web2、まあ、Web2 と言いますね。の DX 系の Web2 ということにして、そのプロジェクトをやってきた人が、 もうここ半年ぐらいで Web3 以外の開発系はもう一旦やるい,いかなって思ったっていうのは結構僕強いメッセージで驚いたんで今回言ってもらいました。ええー、ありがとうございます。いや、<laughs> はい、その通りですね、はい。で、あとちょっとあの、まあ、プロフィールのところでいくと、えっと、まあ、大学時代からプログラミングはやってたんですよね。なんか、はい、どんな、なんかそれぞれの会社でこう、まあ、簡単でいいんで、なんかプロジェクトとしてかってたとか、ちょっとぜひそのエンジニアとしてのイメージを掴みたいなと思って教えてもらいます。はい なるほどあのちょっと大学のところから簡単に入ると大学は研究室が、えっと、自律分散型モバイルエージェントっていう、まあ、そういうあれですね分散系分散処理系の、まあ、ジャンルがあるんですねちょっと説明これ割愛しますけれども <laughs> <で>これを聞くとなんかもう Web3 やるために生きてきたんですかっていうふうに聞こえるんですけどねちょっとまあまあ今考えると確かに今考えるとその研究ってピアトゥピアを使う研究なので、はい、まあちょっと 近くはなってると思いますね、そのブロックチェーンとかに。でも、まあ、あの研究時代はいかに早く処理を終わらせるかというのはメインテーマなので、あ<ー>まあちょっとブロックチェーンとは別なんですけどまた違う、そうですね、ゴール設定なのかもしれないででも、まあ、そんなところがキャリアの入りで,、うん、で、とはいえ、なんかウェブとかって全然やったことない人間だったんですね。か大学の研究は Java?Java で,で,、ね、でした、当時は<で>、まあ。そんなところから入り、うん で大学時代、まあ、研究もやりつつ僕音楽趣味で、えーまあ、バンドとかヒップホップの作曲とかいろいろやってたんですけど、うん、アップルミュージックで配信とかもしてたんですけど<ー>、えーまあ、音楽が好きなんで趣味をやっぱ仕事にしたいなっていうんでまず優先に入りましたと優先で,でスマート優先ってアプリとかをですね、まあ、バックエンドエンジニアとして入って作ったりとか、まあ、そんなの一1年半ぐらいやってで徐々に まあちょっともっとスキルアップしたいなと思って、もう一つの趣味であるあのゲームですね。で、その当時2014年だったんですけど、まあ、スマホゲーム最盛期だったっていうところで、えー、特にしかも光ってたのはコロプラ、もう2タイトルもヒットしてたんで、面白そうっていうんで、コロプラに入ったと。コロプラはえ ?2 タイトル何と何がその当時だとその当時は白猫プロジェクトとコ猫のウィズっていうのが。うんうん、あ、そっか、この2つか。はい、なるほど。 これ、ちなみにゲーム好きっていうのは、スマホゲームが好きなのか、なんかどういうジャンルゲームが好きなんですかえっと、僕は、えっと、なんだろう、ソーシャルなゲームが一番好きですね。例えば、昔、ハンゲームってあったと僕はあれが実はエンジニアの入りだったりして、あの、ハンゲームの中でチートを昔作っておりまして、そこが、本当の意味でのエンジニア入りはそこなんですけど。大学入るよりもちょっと前とかですか前ですね、中3とかですね。<前の> <laughs> あじゃあち,ょち,ちっちゃいプログラムを書いてみたいなことをしてで,<ー>でもそこでなんか自分の作ったものをいろんな人に展開するとわーって広がっていくってみとかがやっぱ好きなんでそういう意味ではソーシャルなゲームが好きですねなるほどねえ今で言うと、ね、普通にソースマホソーシャルゲームとかも普通にやるしって感じですかその、まあ、ます最近はあんまりやらないですしあと <laughs>、えー、白猫プロジェクトは別にソーシャルでもあんまりないんで <laughs> あれなんでだ まあでも、ね、そういうけ、ちょっとライトなゲームでいろんな人と関わり持てそうなやつとかは好きですね。なるほどね。え、フォートナイトとかやるあ、やりますやります。あ、やっぱそこはそうなんですね。終わりました。で、そこから、まあ、スマホゲーム業界に行ったんですけど、ここ楽しく、まあ、3年5か月ぐらいですかね、やってたんですけど、はい、まあ、ちょっと趣味以外、趣味2つやったけど、もっと面白いものに出会えるんじゃないかっていう探求心が。<laughs> そしたらいろんな業界を見れるあの会社さんに行きたいなと思ってグローバルでいろんなゲームもやってるんですけど、まあ、いろんな授業やってるアクセンチュアにちょっと次行いろんな業界をあの経験させていただいて、えーまあ、そこが今度3年また8ヶ月とか月だか4年近いのかな行っ、まあ、て、えー、昨年2021年に独立して独立した後は まあ、あのまた業務委託とかやってるんですけれども、えー、今に至るっていう感じですね。ちょっと端折りながら説明しい<あ>たんですけど、アクセンチュアだと結構その、いわゆる今時っぽい DX とアジャイルで、かつ紙を DX するっていうめちゃくちゃでかいテーマのプロジェクトがネクストかかったってことですよね。そうですね。あのそのあたりをメインでやらさせていただいてました。これはでもちなみにこの時の中あの別にエンジニアとしてっていうのが もうなんかこう開発期間でも全然違うとか、その本当にまさにアジャイルじゃないじゃないですか。はいなんかこう、カルチャーギャップとか、あんまなんか結構三年ぐらいいたんですよね。だから、なんかなかったんですか ?2 年かとか,かな。はい。えっと、ごめんなさい。カルチャーギャップみたいなものってのは、そのユーとか、プロプラのエンジンやってますって人と、アクセンチャーのエンジンやってる人は結構なんか、また違う気がするんですけど。ええー、ああ、なるほど。うういあの実は えっと、自分が入ったプロジェクトっていうのは DX とかアジャイルっていうところだったんで、実はあんまりカルチャーギャップなかったんです。それが<ー>最初驚きでしたね。ただし、自分がいたそういう DX とかアジャイルプロジェクトって、アクセンチャー全体見た時の本当にごく一部なんですよね。うん、それ以外すべてはかなり、もういわゆるコテコテの昔ながらの Web2 というか、ウォーターホールにがっつりありますみたいな感じなんで、そっちに入ってたら多分すごいギャップ感じたと思います。 で順番的に言うとポー、アクセンチュアのほうにポートフォルダーの,の CTO にもうなって関わらせていただいて、でまあ、一方でそのアクセンチュアのほうはやめて自分で独立するみたいな感じでしたねそうですね、ちょっと経歴複雑なんですよ。アクセンチュアやりながら、ポートフォルダー一緒にやってる時期があったんですよね。で、そうやりながら、ポートフォルダーやりながら、今度は自分の会社を始めるっていう,こう流れでは、はい、なってます。 これはちなみにこの、まあ一応その CTO が他の自分の、まあね、自分一人で開発会社だけど、やってるってのはそのなんか、あの、なんかめちゃくちゃ多いわけじゃない。ビズリーチのなんか CTO の方、そういうまんまなんか、開発会社重くなってっていう結構その、それでね、すごい大きな会社だったみたいな、かなりユニークな人だったりするわけだりするんですけど、その、これはその、なんか僕の、僕としててこの話は別にしたことないですけど、やっぱりその、スタートアップだけだと、その初期待遇面完璧に、まあ、 ね、今までとフラットにできないから、やっぱり自分でも稼ぎながらみたいな。で、あの正直、ポートフォルダーメンバーってこう、みんなあの自分でも稼ぎながらこう、まだちっちゃいキャッシュでやってますよね。みたいな。はい、な,なんか、そういうことでいいんですかはい、それです。です <laughs> 正直に言うと、それが理由です。ですよね。わかりました。じゃあ、ちょっと最後、ポートフォルダーって、なんかどんなサービスかってことと、あのちょっとどういう、なんか,、まあ、か、簡単、ここもちょっと掘りすぎると、多分いっぱい話しちゃうと思うんで、なんか、なんで関わるよだになったとかぜひ。 まず、ポートフォルダーっていうのは、あのポートフォリオ SNS です自分自身の作った作品だったり、えーまあ、例えば YouTube とかに投稿しているものとか、そういうのを一切合わせて全部ポートフォルダーに集めて、でそれをさらに、えー、他の人に共有することができる、そんなサービスになっています。UI としても、えー、ポートフォルダー上に自分たちで、まあ、音楽なり動画なり、えーまあ、g f g i v とかも投稿できますいろんなものを投稿していく。 っていう機能もあるし、えー、そこに加えて、ツイッター、Twitter、とか、ティックトックとか、何でもいいです。自分が作った、外部で作ったものを、ポートフォルダー上に表示するっていうことができる仕組みになってます。で、加えて、まあ、そ,のそれら投稿していただいたものを、えー、趣味に合わせていろんな人に表示していくっていうものを、まあ、ここはちょっともう頑張らなきゃいけないんですけど、将来的にやっていこうとしている、そんな SNS になってます。今までのツイッターとかだと、まあ、1アカウントに内置して、 自分であの種類を選んで投稿していくみたいなことをやってるんですけど、それが不要になる、そんな、えー、サービスになってます。で、ここにジョインした理由っていうところで言うと、ま,あ、まず自分自身があの先ほどお話したように、ヒップホップとか、えー、バンドとか、まあ、そんなの趣味でやっているものですと。で、そうすると、あの発見されない人とかって、 よくいるわけですすごくいい音楽作ってるのにそれが発見されないでいる人みたいなのが、まあ、いたりするんですけども。今のも <laughs> それがほぼ全てです。<laughs> <laughs> まあまあ、<laughs> 実際。で、ポートホルダーだったら、その投稿に対してのレコメンドっていう以上に、えー、その人のいわゆるなんか人格に近しいところっていうのをレコメンドしたりとかっていうのが。 将来的にできる、まあ、そんなサービスの設計になっているので、あの自分のやりたいこととすごくイメージが近いなと思って、参でもなんかこう、僕、長塩さんと初めて会ったときって、まあ、数か月もあると思うんですけど、そのなんか分かりやすく優秀な方だし、<laughs> なんかまあ、いろいろ多分誘いもあるじゃないですか。<laughs> その中でもこの、このポートフォルダーにコミットし,、まあ、し,して、最初にするってことと、そのし続けるっていうのもまたちょっと違うと思ってて。 なんか、やっぱりそのここへの期待ってなんかとか。なんかチームとかなのがなんかなんかもう。もう一言加える。なんかありますか？あ、そうですね。それで言うと、あのチームメンバーのこう。進み具合というか、まあ、勢いがすごくあるところだなと思ってます。うん、というのもポートフォルダーがサービスとして誕生する前に、実はそのメンバーの山岸から僕は相談を受けてたんですね。うん、こんなサービス作ろうと思うんですけど、どうですか？とかっていうのを。 聞いてで僕、それをやるために Python 勉強しようと思うんですけど、どう思いますかって言われて、うん、明らかに Python は違うよっていう話をして、全然違うよっていう、<laughs> UI 作るの多スする人とかじゃないみたいな話を、まあ、したんですね。その後三3か月後ぐらいに、あちなみに彼とはバーで出会って、バーでそんなプレゼンを受けたんですけど、おいいね、その後また3ヶ月後にバーで会って、その時に彼がなんか PC 持ってて、Mac 持ってきてて。 バーですよバーのカウンターに持ってて、あこんなんスライド作ったんですよとか言って見せてきて、で、おお、スライドなんか作ったのすごいねこの前、プログラミング言語の話聞いてたぐらいなのにとか思ったら、もう作っちゃってて、しかもアプリできたんですよとか言って見してきたんですよ。ああ、それはなんか業務委託に人とかで作った、ね、そうですね、そこは業務委託で実は作ってはいたんですけど、はいはい、3ヶ月で。 プログラミング言語どうするとか言ってたのが作っちゃってるよっていう驚きとかあったんですよ。それって何年何月ぐらいですかそれが 2020,、えー、<22? S 2> 2020年ごめんなさいで、2020年の12月11月とかだと思います。ああ、2年ぐらい前、はい。で、そこからまた時を経て、えー、昨年2021年の、うんえー、4月かなにもう一回話がしたいと。で、今度は結構フォーマルな感じでランチミーティングしましょうと。うん いう話はあって言ったらアプリはリリースしたし会社も作りましたとか言ってて、うん、3回目ですよ3回目であったら会社も作てて <laughs>、ね、でそこであのぜひまず一緒に開発をやっていただきたいっていう話になりでサービスの内容を聞くと、まあ、すごく面白そうだったと先ほど言ったように共感するべきところが多かったんではい、はい、そこで入ることを、まあ、決めたと。うん なんか、でもやっぱり、あのまあ、僕はその社長も、井社長の五十嵐君も、そのナンバー仕ナンバー2の山岸君も知ってるんですけど、なんか、あの2人、あの、なんて言うんだろう、ちょっとパッと見、あの、なんて言うんだろう,こう、すごい昔のスタートアップの若者兄ちゃんに見えるんだけど、なんか真面目だし、なんか前に前進させる力強いですよね。強いと思います。ね、それはあの完全に同意見で。 これほどっていうところがありながら、はい。としたはい。ということで、あの、いろいろと、あの、まあ、綺麗のことをいっぱい聞けたなというのもあるんですけど、まあ、なんか本題に、あの、移っていきたいなと思うんですけど、まあ、今回、その、まあ、Web3 のエンジニアに転換するにはっていうところで、で、これ結構めっちゃ面白いテーマで、なんかこう、長島先生さん以外にも面白いけども、いろんな人に聞いてみたいなっていうのを今思ってるんですけど、なんかここのなんか、まあ、ぜひ今回、あの、おしをしたいというところで、なんか、まずそもそも、なんで結構こう、まあ、 このポートフォルダーを中心に、まあ、今回の Web3 展がしてるんですけ,と思うんですけど、そのなんでそういうふうなことになったんでしたっけっていうことからいいですか、はい、えっと、これはですね、まあ、今年2022年の1月ですね、はい、あの正月明け第1発目、ね、1月4日だって僕は覚えてるんですけど、<laughs> そこにあの木下さんがですね、僕らの あの定例ミーティングをやってるんですけれども、はいはい、そこに参加していただきまして、そこで話していただいた内容が、まあ、この NFT とか Web3 のわすごいぞ、やばいぞっていう話だったんですけど、それがトリガーです。1月4日だったはずです。はいまあ、でもちなみに、あのこれあのそ、それがきっかけですからって僕言われて、あ,のまあ嬉しかったんですけど、あれ、なんかそんなにでしたっけっていう感じのところと、 <laughs> あと、あ定例会に参加してみて、ちょっと話してもらえませんかとか、そうなって、で僕、当時やったんですよ。あの、投差何社か集めては、こう、勉強会をやってて、そっちも来てくれるかもしれないですけどそうです、ね、1月4日にまず定例で来ていただいて、その後に、またさらに木下さん主催、はい、あ、s k y l さん主催の勉強会があってですね、さらにそこでも、やっぱり、あの、 同じようにウェブ3ってすごいぞって熱量ある説明を我々受け、投資先一度はそこで熱量をだいぶ受けたわけですよね。はい,はい。それがやっぱりトリガーですね。なるほどね。じゃ意味がなかった、あの、まあ、それで生まれたのだと、そのピクトリアっていう一ロ投ウがクリプト系のファンドからも資金調達したり、メンテプロジェクトをこう、 その勉強会をきっかけにこう転換することが起きてるんですけど、結構、なんかそこらへんの勉強会から何かが起きてるわけですね、僕は。そうですね、間違いなく、少なくとも我々とヴィクトリアさんは、多分人生というか会社の命運をそこで変えられてるはずです。い <laughs> やっ<た>、これ本当に今あの、スカイランドさんでこう話してると関係ないですね、木下さんが関係なく、マジであれが聞いてます。長潮さんに至ってはもうあの別に自分の個人開発がある方も,もう 今はもう変えたんですよね、業そうです。5月、6月ぐらいの間ぐらいから変えてますね。で、ここのプロセスをやっぱ聞きたいんですけど、なんか、まあ、パッとその勉強会やったけど、まあ、動くチーム動かないチームがあっ僕、まあ、それは別に僕、ね、Web3 じゃなきゃダメだよってことでも別に関心ないと思うから、僕だってねあの、本当最近というか2020、2022、まあ、年ぐらいからちゃんと指導したぐらいの感じなんで、 あの全然早い方でもないと思ってるんですけど、そのなんかすぐにまずピンときたんですか ?Web3 ポテンシャルあるなとか、NFT、はい、とか、こういう方向に、まあ、会社としてとか、まあ自分、自分っていう意味でもいいですし、そのポートフォルオとしても、こっちに行かないとあかんなみたいなふうに、なんかピンと、すぐピンときたのか、なんかみんなで結構持ち帰って結構こう、なんか議論してなんか、なんか時を明けてみたいな感じだったのかって、はい、ど,どんな感じだったんですか 僕はわり、まあ、かしピントは来ました。その機能所さんの説明で、もうこれはただ事とじゃねえなって <laughs> <laughs> 思ったんですよね。<laughs> はい。これはただ事とじゃねえぞとだって。で、実際調べてみて、ピントは来てたんですけど、まだちょっと怪しいかもみたいな、本当そのぐらいだったんですよね。<laughs> NFT は。だっ,かかだったんです。で調べてみたら、まあ、近所、虎ノ門ヒルズのところで、なんか、ミートアップというか、ちょっとした勉強会みたいな。それも 技術的なものというよりは NFT とは何かとか今後の NFT についてちょっと抽象的なートークテーマであの勉強会みたいなのがあったんで、まあ、そこに参加しましたと。でそこであの北斎の楊、まあ、水さんですねとかとお話しして、まあ、やっぱり彼もまた大変熱量ある方なんでそして、まあ、かなり論理的な方なんでこれはひょっとしてとんでもないことが起こるのではみたいなのを今年の、まあ、2020年1月に思ったと。 でさらにまた北斎関連でいうと CTO の垂水さんとかとあの木下さんからちょっとつないでいただいてお話しさせていただきましたけれども、うんま、彼女のお話とかも聞いて、ま、そこでちょっと確信に至りました。あのこれはまずはムーブンとしてただ事とではないというあともう一つはその垂水さんとかとお話ししているときに技術的にすごく面白い分野だっていうところに気づいたと。 例えば NFT、NFT っていう ERC ですね、ERC721 って呼ばれる企画ですけれども、まあ、そもそもそういう企画は山のようにいっぱいあるのだとか、それも分かってなかったので、うん、ERC って、e、EIP ってみたいな、うん、<laughs> そんな状況だったんですけど、調べれば調べるほど面白い技術がたくさんあるっていうことに気がついたし、プロトコルとして、プロトコルっていうのは、あのネットワークとしてのプロトコル,トコルとして、IPFS とかっていうのが出てきちゃって、なんだこれはっていう。 掘れば掘るほど面白いものが見つかったので、最初はその木下さんのお話がトリガーではありましたけど、隠しに至ったのをそうやって調べていくうちに、興味を持って隠しに至っていったっていう。いそ,その間なんかど、1か月ぐらいですか ?1 か月ぐらいですね。でもそれで、はい、まあでもやっぱ早いですよね。それで言うと、きっかけがあったところから1か月ぐらいで、やっぱりこうガッとこれはこうやるべきテーマだって思えたっていうのは、一般的には多分すごい早い方だと思う。ん で、あと、なんかそうい共有できるのは、僕も、なんか事業トレンドって、その、僕、武士13年ぐらいやってるんで、事業トレンドっていっぱいあったんですけど、なんか技術がガッサッと変わるとかっていう、で、僕技術者じゃないんで、詳細はわかんないですけど、でも、なんか例えばオープンソースがなんか普通みたいな世界観だしするわけじゃないですか。あの、この Web3 って。はい、だから、で、そっちの方がいいよねとか、パ、うん、ブリックに情報が出た方が、あの、別に全部のものがとは言わないが、いいよねとか、 なんか普通にあるべき姿の技術方向に行ってるなっていうのを僕は感じて、なんかそれもすごい、なんていうか、自分がこ,うこの Web3 を啓蒙してるときとかでも、啓蒙っていうかね、そのやったほうがいいっていうふうに言うのを含めて、とか起業したほうがいいよっていうテーマに言ってるときも、世の中はこっちにったほうが絶対、なんかもう世界全体良くなると僕は思っちゃうぐらい、あの技術者じゃなくても思う方向だったから、うん、なんかそこはすごい今の共有できるっていうか感じで,した、ね、そうですね。なんか 文化としてパブリックなのはすごく感じまあ、仕組みもそもそもパブリックなので、それはそうだろうとは思いつつ、うん。今の話、関連して思うのはままず、まずソースコードなりは、まあ、パブリックにみんな公開してるし、公開しなくたっていいわけですからね、別に。うん公開してるのもあるし、あと、ツイッターとかで誰かにこう質問、DM でちょっと教えてくださいって言うと、みんな結構教えてくれるっていうのは、これちょっと。 面白いなと思いますね。ああ、でもそれありますね。技,これ技術の話じゃなくても、Web2 の人たちって経営者で、なんかやっぱあんま教えてくれないことにこう、うん、なんていうの、ね、自分のポジションを作ってる人も正直、まあ、僕が知ってる、例えば上場レベルの経営者とかでも結構多いわけですよ。はい。c とかでも。で、Web3 の人は、え喋って、そんな喋るんですかみたいな <laughs> ぐらい喋ってくれる人も結構い、結構ってか、なんかそっちの方が多いぐらい感じてる。おそう思います、実際。うん、え、エンジニアの人とかでも。 なんかそこはやっぱカルチャーとして、こう、パブリックに情報を出していくの当たり前でしょみたいなのはあるなーってのは思えたところですね。<laughs> それがなんかやっぱいいですよね。その、なんかスタートアップって、ちょっと脱線するかもしれないですけど、その、なんかスタートアップって本当オープン、なんか大企業より全然オープンなものだし、まあさすがにそ,うその相対感でいくとそうなんだけど、でもやっぱり結構クローズ、思ったよりクローズドーなっていう会社って結構僕は、うちの投資先も、 そうの中でいくと Web3 の人たちってすげえオープンだからなんかすごいなんかやっぱりまたちょっとじ違う世代現れたなみたいなやっぱ思うんですよね。うんうん、そう思いますねで次にいくとこうまあそのじゃあ Web3 だって思った時の技術者としてとかエンジニアとしての,そのステップを聞いていきたいんですけど。はい なんか実際にそのこれいいなって言ってもその、長潮さんは自分で行動もかけるし、まあ、むしろそれを仕事にしているしっていう点でいくなんかどういうステップをこう刻んだんですか、そのあと。はい、こっちにのめり込んで転換していく時、えっときの。自分が勉強し始めたのは、まあ、今年二2022年3月ぐらいから本格的にやり始めたんですけど、そのタイミングで、まあ、一番。 初,初学者向けのコンテンツとして、まあ、クリプトゾンビがあったんですよ。これ、クリプトゾンビ、今でも初学者向けとして名を馳せているんで、多分状況変わってないと思いますけど、今7月ですけどね、あんまり状況が変わってない、まあ、まずはその、いわゆるみんながやっているって言われるクリプトゾンビを触れてみたっていうのが、本当のファーストステップですね。本とかじゃないですね。うん、で、次に、それだけでも正直クリプトゾンビ、本当によくできた教材なので、あの日本語展開もしてますしね。うん クリプトゾンビってだいたいこう、なんかエンジニア歴三年ぐらいの人が見ると、なんかあれですよ、コードを自分で書いていくみたいな。そういう。あ、そうです。ブラウザーで書いてい全部終わらせるのって、なんか、ざっくりどのぐらいからですか,なんか時間とか、えっと、まあ、日数っていうかなんか。はいはいはい。えっとですね、それでいうと、クリプトゾンビって、ステップワンツスリー1、ファイブかな。うん、確か4か5ぐらいまであって、で、一ステップごとに十五、えー レッスンみたいなのがあるんですよ。うんうん、だから合計すると、まあ、60はいかないかな。まあ、40か50ぐらいの量になってくるんですねうん、うんで。これ全部やろうとすると、まあ集中して1週間、2週間ぐらいは必要になってくると思うんですうん、うん、で、ただ、最初の例えばファーストステップだけ終わらすっていう話だったら、これ1日2日でできます。しかもこのファーストステップレベルでもうソリィティーもうめちゃめちゃ書きますし。 ソリティの根本的な例えばストラクトとかその構造体とかの話とかももちろん全部出てくるしいろんな網羅できるんで言っちゃえば2日で二日ぐらいで根本は抑えられますああなるほどねその入り口で必須なポイントってそのクリットゾンビ2日で、まあ、ある程度さえれるからある意味ドリッチとかでもはいしてこれがや,るや,るやってみようっていう時間を作れば結構その全容というか少ない入り口部分からの全、まあ、容は見えるような感じになってくるって感じそうですそうです すごい集中すれば。集中すれば。なるほどね,だからね。でもそれってすごい安いと思ってて、他の、はい、じゃあ言語を、例えば語を覚えますとか、うんうん、ラストを覚えますってなってきたらそうはいかないので、うん、まあそうですね、他の言語よりはるかに覚えやすいし、覚えることも少ないと思います。だから、ソリディティって言語よくできてるなのか、その、そういうことか、なんの要素でそうなんですかクリットゾンビよできてるのもあるかもしれないけど。 えっと、まあ、言語としてできることっていうのが結構幅狭いので、うん、その<ー>他のじゃあ、例えばウェブアプリケーション、うん、バックエンドを作りましょうってなったら、まあた、かなり覚えることが多いんで、一つ例えば今までいろんな言語をやって、学習して、で、その上で、じゃあ、例えば Python を覚えましょうとかって言っても、その Python でウェブアプリケーションを作ろうと思ったら、もういろんなことを覚えなきゃいけないんで、新しい。 踏まえて学習をできるものもそれでもやっぱり時間はかかるけど,なるほどそれでそんなにやれることないので、うん、機,能機能の差ですねどちらがでと。なるほどですね。面白い。しようとしてそんなにできること多くないんでじゃあクリプトゾンビをやりましたまあ最低限そのたぶん2日分というか最初の2コースぐらいはやるべきですってことですね。そうですね。でその次はどうすしたと思う、えー、す その後も、自分の流れでいくと、クリプトゾンビやって、もう一つ今度一応、ユ、うんえーデミのレッスンがあって、まあ、それをやりましたね。えっと、有名なやつ、イーサリーマンド・ソリーティーコンプリート・ディベロッパーズ・ガイドっていうのがユーデミにあるんですけど、まあ、それをレッスンやりました。ただ、これめちゃめちゃ長いですね。うん、クリプトゾンビの方が、 すごくコスパ良かった印象だし、クリプトゾンビ以上のことって、うん、まあ確かにフロントエンドとのつなぎの部分とかかなり手厚くやってくれてるんで、そういうのが良かった点でありながら、ぶっちゃけ基礎はあのクリプトゾンビで良かったなっていうのは正直思うこれ動画今パッとよけ見てるの20時間とかありますかねあそうですめちゃめちゃ長いです、うん、パッと見。と23時間って書いてます。これを、うん、なんか Web2 から Web3 のエンジニアやってくださいだと重いと思います。なるほど。<laughs> まあやった方がいいですけど。やった方がいいけど、クリプトゾミの方が入り口はいいんですね。全然,全然、全然。はいでまあ、そういうレ,スレッスンというか、udemy、まあ、とかってのを経た上で、じゃあ今までどういうふうにやってきたかというと、その後はもうはあとは気になる GitHub プロジェクトをいろいろ見るですね。うんで 先ほど話にもあったのと重複するんですけど、やっぱみんな公開してるんで、コードとかを。ディファイなんかね、公開しないと多分叩かれちゃうんであの、皆さん公開してるんですけど、そういう、でもディファイとか取引とか細かいところまで見れるっていうのは、すごくあの技術的に参考になりますし、えー、いいですよね。であと NFT プロジェクトとかでも、えー、自分たちの今回、ミントサイトを作ったのを公開してるっていう例もあるので、 まあそういうのを一つ一つも見ていくっていうところがいいと思います。で、日本人もかなり公開してる方多いんで、例えば、ちなみに、はやっちさんあの、バイネームで出しちゃっていいか分からないですけど、はやっちさんの,あの GitHub とか NFTBOIL っていうあの、ジェネラティブをやるためのツールキットみたいな、まあ、GitHub プロジェクトなんですけど、まあ、こういうのもの普通に公開されたりするんですね、そういうのを見るというのが勉強としていいし、うん え実際、自分がクライアント、まあ、今、Web3 のゲームファイの会社さんなんですけど、でエンジニアに聞くと、やっぱりそういう勉強の仕方をしてるっていう話なんで。これは Web2 エンジニアとの、まあのあの学習のステップと結構別に変わらないってことですかね。変わらないと思います。変わらないと思いますうん、うん。なるほど。じゃあ、今のクリプトゾンビ言うでまあ、あとはそのもう実際の公開されてる GitHub のソースコードを見て、 まあ、その中で、こう,もうな、なんていうの、実践的な行動に触れていくってことですね。そうですね。うん、なるほどでもこ。こういう話、すげえ大事だけど、日本語でこういうの多分、な,ない気がしますね。そういう、こう、ステップどうしたらいいですか <laughs> みたいな。これもやっぱ、クローズドになっちゃってるんだと思います、ね。はい、話聞けばみんな全然、<あ><ー>同じようなことを言ってるっていう。話すんですけど。終わ、うん、りました。で、次で、まあ、一応あの、用意してたの最後の中、ステップっていう感じなんですけど、 実際、長城さんはじゃあ、そうやって学習されるじゃないですか。で、プロダクトに落とすところまで、そのポートフォルダとしてもだったり、まあ、例えば、その業務委託で入れてるプロジェクトでも、実際、プロダクトのチームに入って、あの実践、実践経験、実践してってるわけじゃないですか。はい、で、これ、これのなんか、このプロダクト実装に、じゃあ、そのエンジニアとしてこう、やってるときに、まあ、やっぱりこう、新しいことを学びながら実装していくっていうときに、なんか、まあ、起きることとか、 まあやっていかなきゃいけないステップとか、注意したらいいこと,とかみたいなところをぜひ教えてほしいなと思いますけどそうですね、まあ、まず自分自身が実装していくときはあの、当然分かんないものいっぱい出てくるんで、えー、そうですね、逐一詰まる。意外となんか簡単にできるかなと思って、例えば YouTube とかで、一番最初のステップって、あのウォレットと接続するとかやっぱり実装したいわけですよね。 アプリと、ウォレット、メタマスクアプリをつあの立ち上げるのをやりたいとか、ウェブアプリで、えー、そこをつなぐのをやりたいとかって、まあ、すぐ出てくると思うんですよね、やりたいなーつって。でまあ、そういう情報、YouTube とかにあるんで、まあ、参考にしていくんですけど、なんかあれ動かないぞみたいなバージョン違いとかよくありますね。まあ、そういうところ、細かいつまりはやっぱり出てくるんで、そこは、うんあのー、詰まったら、えー、調べるんですけど、調べるときはやっぱり英語ですよね。日本語でまず出てこないんで。 ううんうん,うん,うん、うん、まあそこは一つ注意点というか、まあうんよ,よくある、当たり前っちゃ当たり前の。のなんか、あれのなんて、QA サイトみたいなところで見るとかなんですかそうですね k o v ーバーフローとか、調べることになると思います。英語を使えないと、自分自身実装するときに困っちゃうっていうところですね。うん、まあでも、それはエンジニアのまあレベルが上がってきたら、当然絶対そうです。ねままああ絶対そうです、ねまあ、この なんかいわゆるウェブ3会話だと、なお一層そうであるっていう感じで。まあ、あとは、なんか自分一人で実装していくのって、当然プロジェクトとしては生産性悪いじゃないですか、もっと人を増やして開発したいってなってくるはずで、うん、その時が一番困ると。うん、人がいない。うんうん、<laughs> まず日本人はほぼほぼ見つからないですね。そのソリディティが自分できてみたいな人とかを。はいはい ソリリティエンジニアで業務委託でってなった時にまず人が見つからない、見つかったとしてもちょっとキャリアは全然ほぼないですっていう、あしょうがないですけどね、当然そういう状況ですから。だから依頼するとしてはやっぱり海外ですね。今僕らもちょっと業務委託の方とか探して、まあ、アメリカで見つかったんですけども、やっぱりアメリカの方っていうふうになってくる。だからそこでのコミュニケーションは当然英語なんで、ここもやっぱり英語は重要であるっていうところ。うんうん あとはその方のキャリアがどのぐらいあるのかとか、僕らが言うことが、ライブラリコインを使ってほしいんだけどとか、通じるのか通じないのかとか、うんまあ、そのスキル感がマッチするのかっていうのを、Web3 側としてのものとして、えー、いろいろ見ていく必要があります。例えば Web3.js 使うのか使わないのかとか、うん <laughs> あの、具体的なライブラリ名がちゃんと通じるのか、意思疎通取れるのかっていう、まあ、そういうのはあの慎重になった方がいいと思います。 結構み,みんなできるできる言うんで。<laughs> それ日本人とあのががアメリカ人だったら外国人さんもあるかもしれないですね <laughs> さ。そうですね、そうだと思います。<laughs> なるほどね。で、それで、えそれ見つけるのはちなみに、まあ、なんか Twitter とかであの、なんかソリティエンジニア探してるみたいな人って僕聞くんですけど、日本人、はい、アメリカ人とかその外国人探す場合でもそうなのか、それともなんかそういうエンジニアの募集サイトみたいなので Web3 探せるサイトってもう結構なんかん、なんかこれっていうのがあるんですか あえっと、今回、例えば自分たちはフリーランサーっていう、そういう名前のサービスがあるんですけど、海外の。えー、そこで、まあ、決まったっていうところですね。えー、っと、なんか日本でもそういう業務委託の方を受け付けてるというか、仲介してくれるサービスっていくらでもあると思うんですねあの。クラウドワークスみたいながあると思うすまあ、そんなイメージでフリーランサーがあるんですけど、これ別に Web3 関係ないですけど、Web3 専門ではないんですけど。うん まあ海外でそういう仲介サイトがあるんで、今回使ったっていうところですね。でも日本で、例えばクラウドワークスで Web3 とかっていうのをぱと見た感じあんまりい,いなはなかったので、やっぱ海外の使うのが今選択肢になっちゃいますね。いやこの海外のなんかこういう募集するとかマッチングするって概念も、ちょっとまあ、まあ、フリーランサーにはいるかもしれないけど、もっと洗練される方向性はありそうですね。そうですね。全然あると思います。うん 紹介を依頼するのももあ,あるだろうけれども、いろんなやり方がありそうです。はい、そこで見つかって、であとはあのそのスキルチェックが必要ですよねって話。はいうん、あとはその、例えばその長嶋さん自身が、えっと、まあ、なんだろうな、こう、実際、例えば、ポートフォルダでいうと、自分でそれ言って書いてるわけ、あんまり書いてるわけじゃないですよね。なんか、ここの進め方、その実際、一人いい人が見つかったと。 した時ってなんかこんなフローでやった方が本当はまあいいとか、こういう試行錯誤してるみたいなのをぜひシェアしてもらえますか。うんそうでまあ、ここもですね、あのー、ちょっとセオリー、セオリー通りっちゃセオリー通りなんですけど、うん、やっぱり軽く POC 的なことはやった方がいいと思うんです。自分たちが思い描いてるものをいきなり投げても、まあ、うまくいかないしっていうのは、あのそれはウェブツ2のときもそうだと思うんですけど、あの同じようにこう技術的に本当に実現できるかっていう。 こととを先に僕が実装したりとかしたかますある程度実装してディティールの部分はよろしくお願いしますって投げ方しますね。だからよくまあ企業で新規授業やるときに最近やっぱ AI 系とかもやる方多いと思うんですよねで。そういうときって絶対 POC やると思うんですね。そのノリでやった方がいいですね。うんね、POC 社内で回せて外に振ってるからうまくいくみたいなことですよね。はいはいはい。 なんかなんか取り組み方としては本当に新しい技術をやるぐらいの気持ちでやった方がいいっていうのは、やっぱハマりどころが多すぎるんですよね、まだまだ。例えば、ブラウザの違いで、クロームで実装する時ときと、あとブレイブ、結構この回は使い方多いと思うんですけど、ブレイブ使うときで、さっきのウォレット立ち上げの例だと、普通に実装するとですね、クロームでは、例えばメタマスク立ち上げて、普通になんか皆さんが。 えー、オープンシールドで使うときと同じような立ち上がりするんですけれども、ちょっとブレイブのときは、はい、あの考えなきゃいけない部分があったりとかします。はいはい、でそういうハマりどころって分かんないじゃないですか。なるほどね。自分でちょっと実装して初めてハマるじゃないですか。はい,、はい、い,いきなり依頼した人にそれどうこうするっていうのを、うん、そもそも対応してもらうのか否かとかっていうのは想定できないので、やっぱりその AI とかのプロジェクトと同じように。 最初に自分たちでちょっとやってみるっていうのは、絶対的に必要だと思います各ブラウザでのなんか挙動とかを、まあ、先に、まあ、例えば開発側、開発をお願いする側がみ見ておけばちょっと分かるようなこととか、例えばあるっていうような話も含めとかですね、その PO そうです開発だけじゃなくて。 DX とかってもう丸投げしていけるっていう雰囲気、まあ結構なってるし実際そうなんですけど、うん、そこまで全然この業界行きつけてないっていう感じですねハマ、うん、った時の対応方法も結構めちゃめちゃ調べないと出てこなかったり、うん、Twitter だけでちょっと公開されてる情報でようやく分かるみたいなのい,い,いっぱいあるんでそこが注意点かなと思います。なるほど、ね d x も丸投げして成功するほど別にな,な,ないんだと思いますけどね、僕は、ね。あ<ー> <laughs> まあまあ、<laughs> <ら>何をやるかにもよるとは思うんですけど。そうです。何やるかにもよる。まあ自分が現場に痛みとしては結構丸投げされてるなと多かったなあ、まあ、で、やる、なる了解です。なるほど。じゃあそういう、その、まだまだその、じゃ答えがここにあってっていうのの洗練度とかも別に、まあいろんなところにおいて、よりまだまだ情報が発散的ではある。ただまあ、やっぱオープンな文化があるから、まあすごいこう勢いで。 全体の技術の方向だったり、全体のその業界のなんかまあ、前進感はあるっていう、今そういう状態に見えてるって感じですかね、技術者としては。その通りです。ああ、いいですね。わかりました。あとなんか、あの、そうですね、こう日本とかでそのリードのエンジニアを増やすためになんかできることとか、なんか必要なことに思う、課題に思うことって何かありますかやっぱり ま,あまずそうですね、あの前提としての問題として、ソリティエンジニアは足りないと思います、日本で。だからこそアメリカの方にお願いしようとかって、本当は日本の方がやっぱコミュニケーション取りやすいし、いいわけです。で増やす方法は、昨、え、日、ー、下さんが僕らにやっていただいたような、やっぱりこう勉強会なり、うんえー、そういうそもそも存在があるんだと、うん、NFT っていうものがあるんだぞとかっていうのを、地道にまずは。 あのこう有識者となった例えば自分とかそういった方々がやっていくというのは非常に有効かなとでも、なんかあれですね、一緒に勉強会をして、あの僕はなんかビジネス的にこういう領域がやっぱりすごいこう変化が起きて楽しかったりして、はい、で長嶋さん、実際にこのエンジニアとしてのステップアップこういうふうになってるしまう、それは短期的なものじゃないっていうのをこうやるとか、なんかそういうのやりたいですね。 それをトリガーに人の人生変わっちゃったりするんで、僕みたいに。<laughs> <laughs> いや、そうですね。ぜひやっていくべきだと思いますし、やりたいですね。うれしいですね。いす。じゃあ、今日はまあ、そんな感じのところと、<laughs> まあでも、あの僕は VC をやって、多分いろんな人の人生を変えてるとは思うんですけど、割と普通,のあの普通に生きてるよりは、Web3 になってから加速してる感じがしますね。そうだと思います。<laughs> <laughs> 人生変えちゃったな実際変えられちゃってるんで <laughs> <laughs> はい分かりましたなんか最後こ,うこのなんだろうな Web3 に興味があるエンジニアっていうとかまあ今後仕事にするかもしれないなと思うエンジニアに何か最後メッセージがあったらいただいて終わりにしたいと思いますけどなんかはい <laughs> 本当に僕10年ぐらいですけどもっとキャリア長い人いると思います <laughs> 10年エンジニアやってきてこんなに 一気に技術、新しい技術が出てきて、なんかみんなのこう思い、ビジョンとかが一気に変わって、えー、世の中が変わっていくのって初めてですと。うん、で、多分今後、じゃあこれから先、例えば5年後とかに、同じような技術がパッと出てくるかというと、多分出てこないんじゃないかななんてのを思うところです。この10年の経験と、あと、例えば木下さんとかのお話を聞いて思うところですね。うんうん、そうそう、こんなチャンスはない。うん、だから、まあ、今 Web2 って言われるようなエンジニアに仮にいらっしゃるとして、えー、もう今が絶好のチャンスであるというのは。<ー>うん、はいあんまりなんか Web3 ってなんだよみたいな、今はね、この2022年7月、めちゃめちゃ絶賛議論 <laughs> めちゃくちゃなことになってる、あんまり Web2、Web3 って言いたくないですけど、まあ、仮に区切るとしたら。 もし自分が Web2 にいるっていうところだったら Web3 にっていう,もう絶好のチャンスのタイミングかなと思っているというのはいやでもあ本当に同意見というか13年僕は VC をやった身でもこの波を捉えないで23年5年10年とやった VC の人とあの、まあ、この波の中で何を考えるかっていうのを真剣に捉えた人ともう,もうなんか別の人になっちゃうなっていうふうに、まあ、もう僕感じているしで僕の人生レベルでもそのこの Web3 を、まあ、軸にね あのベン別に他の領域とかなんかいろんな、例えば宇宙とか投資の人もいたりとかするわけだってするから、僕らもなんかいろんな形での,そのベンチャー投資のやり方があるから、広がりはあると思うんですけど、でもその中で言うと、一番その僕はデジタル領域にすごい興味があるんわけですよ、インターネットとかまあ IT 領域というか、デジタル領域というか、なんで、なんかそれはめちゃくちゃその同じ思い、志があるかなというふうにまあ思っていて、今回も楽しく。 あの、まあ、話してもらえないな、タなのかな、っていうふうに思って。あとあれですね、あの、あともう一回あるのがこ、これ、ちょっと補足すると、あの、取引所とかって、まあ、2000だから15、まあ、6年とかに1回、まあ、盛り上がってとかってあったりしたり、その、結局、まあ、日本で言うとビットフライヤーとか、まあ、コインチェックとかってその前からずっと会社があって、みたいな感じで、なくやってる人いて、で、そういう人たちがもうなんかすごいこう、すごい高いレベルに、いわゆるクリプトに世界中ね、クリプトのリテラシーがもうすごい高いレベルで、 なんかやって、もうちょっとオタクのような人たちって、まあ実際いるっちゃいると思うんで、もこれ追、この追いつけないかな、みたいなとこ、僕らとはもう、もう、そういう人たちがいる前の中で変わっても無理かなって僕思ったんだけど、うん、やっぱいろんな人と話してると、全然またその今、この Web3 とかいう、なんかリブランディングされたような形で世界に広まってる感じでスタートしてる、このなんか情報とか技術とかって、なんかその前からやってた人と全く別にまたちょっと違う波が起きているっていう、 ことがあるから、なんか全然今から入っても、全然遅くないっていうコメントをする経営者もエンジニアも、なんか僕の周りにはいるんですよね。ああ、全然、はい、うん。そう、だから、なんか全然今からでも遅くないし、3年後でも遅くないし、多分5年後でも遅くないんだと僕はもう思えちゃっているっていう状態があって、うん、その技術者としても VC としても、ただ別に当然早く入った方が、あの、就熟度上がりやすいんでっていうのを、あの、非常に感じながらやっていて、 まあこういう、まあ、ポッドキャストも出し勉強会とかもこれからもぜひやらせてもらえた嬉うれしいなというう思います。ちょっと最後付け加えちゃってもいいですか。まあ、まあ、ちもちろんあ。なんか今のはお話、まさにで、えっと、取引所とかってもう当然キャリア長いんでとかってあると思うんですけど、じゃあなんで今から入ってこれんのっていうところで言うと、技術的に今やってる、例えば ERC721NFT、まあ、とか。 それ以降もいろんな ERC とか出てきてて、うん、要するに技術がポンポン出てきてるんですよね、新しいもの。うん、だから、取引所をやってるのって、まあ、ERC20 ですよね、うん、コイントークンのことですけど、うん、それとは全く別のものがポンポン出てきてるんで、今から参入しても新しいものがじゃんじゃん出てくるんで、うん、それに対応していけば全然取れますっていう、ななんかポジション取れるっていう。いやいやいや、いや、そんな人通りでね、うん、ERC721 なんだよって僕は思って、あの、 別にそんな分からないまま、あの、勉強化してましたけどね。あの、習志郎さん。<laughs> はい、<laughs> セオリーの順番じゃない、まあ、エンジニアじゃない側からの、まあ、いろんなインサイトだったと思うんで、まあ、だからいろんなプレイヤーが、こう、エコシステムのプレイヤーが増えていくといいなっていうようなものが、まあ、すごい思ってるっていう感じなんで、まあ、またこういった会話をしてもらえたと思います。はい。はい。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。